大きいですね。ね、いいですね。そう、松山いいとこですよ。まあのんびりしてね、だから人材出ないんですよ、あんまり。自然がすごい生きてて、そう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 。松山城まだ登ったことないんですよね。ああ、いいですよ、やっぱり、なんかあるんですよね、歩いてはいけないですよね。あ、ロープウェイとリフトがあります、ちょっと急なんですよね、編集長は見た、編集長は見た。このコーナーは毎日日替わりで有名雑誌の編集長が独自ネタスクープを持って夕焼けテラちゃんを沖の皆さんだけにこっそり教えてくれるという聞きどころ満載のコーナーです。今日スタジオにお越しいただいたのは毎週月曜日発売の雑誌アエラの編集長、報道ステーションでもおなじみの石木清さんです。石木さん、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速アエラの中身見ていきましょう。今週の一行コピー、再稼働あかんでん、関電あかんでん、なるほど、関西弁で、そうですね、関西電力引っ掛けてるわけですね、先週土曜日の夜には北海道電力の泊原発3号機が定期検査に入りました。国内の原子力発電所50機がすべて停止、まあ、その一方で政府が推し進めているのが大井の原発ですね、3号機4号機の再稼働、今回アエラではこの原発再稼働問題に関する、大井3号機4号機の再稼働は必要か、原発ゼロでも停電ないと題した記事掲載しています。今日はその記事の内容を教えていただきます。石木さん、大井原発再稼働をめぐって、まあ、これまで政府とか電力会社がですね、こぞっても再稼働しないとこの夏電力が不足すると言ってます。まあ、アエラには原発ゼロでも停電ないと出てます。これはどういう記事なんでしょう。要するに今大変だ大変だと言ってるのは、まあ、関西電力なんですけれども、はい、基本的にはその需要を、課題に見込んで供給をまあ過小に評価してるということで、はい、まあ、不足すると言うんですけど、それをまあ普通に考えればですね、まあ、なんとかいけるんじゃないかというのが私たちの計算ですね。需給予測自体が疑わしいと。まずだから需要についてはですね、まあ、一つはあの、2010年を基準にしていったら 16.何%不足するっていうんですけど、これはまあ100年に1回の猛暑だったわけでですね、平年並みだとまあ関西電力でも 13.何%、あと北海道と四国電力も足りないと言われてるんですけど、この2つはクリアできると。だから関西電力のまあおそらく 13.何%の不足っていう部分をまあ、どう見るかなんですけど、あとそれからやっぱり節電努力の見込みが 3% ぐらいにしか見込んでないんですよね。あの東京電力でさえ 10% 見込んでて、僕はね、あの節電努力って相当できると思うんですよ。日本この20年間名目 GDP ほとんど増えてないんだけど、電力需要だけはだいぶ増えてますから、基本的にはあの何て言うんですかね、あの余分な電気を我々生活で使ってると、はい、何をもって余分というかまあ別ですけど、ということになりますから、特にあれ家庭の主婦なんていうのは節電逆に苦しいものとは思ってないんですよね。好きなんですよ、好きなって言うんだけど、その分だけね、お金貯まりますしね。それから企業はもう死活問題ですから、今からもう必死で、あの自家発とかいろいろやってますから、僕はもっともっと節電努力大きく見込めるんじゃないかと思いますね。もうその例えば100年とか数十年に1回の猛暑なんていうのは、この今年の夏ってどうなりそうなんですか。今年はだいたい、まあ予想では、あの気象庁の予想ではだいたい平年並みというような予想が出てますから、まあ、あのその辺の若干の誤差はあったとしてもですね、2010年並みということはまずないんだと思いますけどね。アエラにはあの原発ゼロでも停電ない、火力や水力はもちろん他に活用できる供給源もあると。火力発電所はですね、あの大阪府三崎町にある田名川第二発電所1、2号機というのが、はい、これが、もう火力でまだ発電できるのにですね、もう原子力の方に移行するっていうので、コストも高いんで止めてるわけですね、はい、それからあと京都府宮津市にも宮津エネルギー研究所1、2号機というのがあって、こういうつまり止まってる火力があるわけですよ、はい、これをね使おうと思ったら使えるんですけれども、関西電力の方はいやいや、それ使うためには3年ぐらいかけてこうまた再稼働するための準備しないといけないと言ってるんですが、おそらく私は本気で必死でやったら使えるんだと思うんですね、まあ、私がもう思って関西電力どちら信用されるかということですけど、うちの記者が取材したところではやれるというふうな取材結果ですけどね。岩上さん、いかがですか。いや、これもね、おっしゃる通りで、さっきねこの別のコーナーで、はい、まあ、すでにね
この火力隠しがあるということを申し上げましたけれども、まさにこのアイラが指摘している大阪府三崎町、田中第二発電所、京都府宮津市にある宮津エネルギー研究所の 1,2 号機、これですよ、こういうものありながら足りないと言っている、これもおかしいですね、あとそれからね、電力が足りなくなるんでしょ、電力が足りなくなると言っていながら関西電力子会社を使ってですね、オール電化推進中なんですよ。昨年も大幅に売り上げ伸ばしてる。でこれ指摘されて、いややめませんって言ってんですね。で家庭の主婦が今ね節電するというお話ありましたけど、でもオール電化にしちゃってたら節電しようがない、ガスを使えないわけですから、でそんなものを一方でやって、でき他に代替可能なものまで電気で賄わしておいて、それで、ね、足りません、オール電化のために原発を稼働させなきゃいけない、おかしな理屈ですよ、だからやっぱり、供給を、ちゃんとやるということと、それから不必要なところまで使わせないということ、だからオール電化って必要なんじゃないのっていう見直しもそう、それからオール電化やってもいいですけれども、だったらば何も危険な原発、コストがあまりにもかかる原発じゃなくて、火力でね、十分できるんじゃないですかということを、もう一度安全な電力供給体制を作るということですね、そして果たして本当に原発っていうのは、安全性大丈夫なのか、はい、この確認しなきゃ、これはしょうがないですよ、学者の中にはね、例えば火力発電を動かすのはいいと、だけれども、その分余計に燃料代かかるんだと、それが1年に3兆円とすると、それ10年貯まると30兆になると、その30兆の分を東北の復興に当てた方がいいんじゃないかって話もあるんです、ね、だからそもそも東北の復興に何十兆も金がかかるようになった理由はなんだ、原発があったからじゃないか、これは何も地震津波だけじゃないわけですね、地震津波だけだったらば、これはもちろんお金はかかるけれども、まっすぐ前向いて進んでいけばいいわけです、復興っていうのはね、ところが放射能の問題はそこに立ち入ってですね、あのかつてのように現状に戻そうなんていうことがね、そう簡単にできないわけですから、何兆かかるのか何十兆かかるのか、それと何よりもまだ第一原発終わってないんですよ、自己収束してませんよ、4号機崩れたら終わりですよ本当に、ということを考えていくと何を言ってるんですかっていう話ですよね、動かすんだってお金はかかるわけですからね、そうです動かさなくたってお金はかかってる、事故を収束してないですから、今のだってまだ終わってないし、安全性確立されていませんし、放射能まだで続けてますし、ね、こんなことを考えていけば一体どれだけコストがかかるのか、本当果てしない話になっていくわけですよ、私は政府がですね、やはり中長期的なそのエネルギーの今後の日本どうやっていくんだということをはっきりさせてないことも大きな問題なんだと思います、つまり今ですね急激に例えば確かに原発ゼロになるとコストが電気代が上がるとかいうことはあり得るとは思うんでですね、それは私はソフトランディング論者なんですけれども、中期的に脱原発をするということさえちゃんと確認できてれば再稼働に賛成する人はもう少しいると思うんですけれども、そこはうやむやだったらおそらく 3.11 以前にまた戻っちゃうんじゃないかと、今再稼働に賛成するとですねと思ってる人多いと思うんですよね、僕は政府は長期的なというか中期的な30年40年ぐらい先のまでを見通したエネルギー政策をきっちり打ち出すべきだと思います、まあ、そこは長期的に最終的には脱原発が目標だと思いますけどもね、はい、今日今ですね紹介した内容の他にもアイラでは原発ゼロでも停電ないを裏付けるような興味深い記事紹介されております、ぜひお買い求めになってください、今日発売のアイラのその他の注目記事はですねお知らせ挟んで改めて一色編集長にお伺いします、ちょっと何喋りすぎました、ちょっと時間取っちゃったの、いや大丈夫です、ちょうどです、ありがとうございます、お前さては自動車保険車買った時に入ったままずっとほったらかしたろ、だいぶ今喋り応えがあってあれこの次のコーナーの消費税の方時間食っちゃって潰しちゃったかなと思っていや時間取りないっすと思ってそうないっすあそうですか、お二方ないっす アイラはこのこちらのやらないですか、これはこれの問題は
ああ、そう、週刊やってるんでしょ。週刊やりましたね、ゴールデンウィークの前に出しました、ね、そう、まあその辺は役割分担というか、そうなんだね、もう先やっちゃったし、週刊がやったものはなかなかね、やっぱりね、おとえの編集部で、すごい内容ですよね、これを大幅過失とか新聞言ってますからね、笑っちゃうんですよね、ぜひアイラにも追求を期待編集長は見た。この時間は荒木田治法律事務所の提供でお送りしています。時刻4時39分になるところです。では今日発売のアイラの注目記事紹介します。こちら、消費増税の行方をエコノミストら12人が読み解く。増税賛否は半々、経済にプラス1人。政府が3月の末に国会に提出した消費税の増税法案、アイラではこの消費増税法案に関するアンケートを実施しました。石木さん、これはどういうアンケートだったんでしょうか。基本的にはまあエコノミストと言われる人、はい、まあ、ファイナンシャルプランナーというような方もいますけれども、基本的にそういう経済の専門家にアンケートを取ってですね、12人の方から回答をもらったんですけれども、はい、これ増税のまず賛否を丸一で聞きましてですね、それからあと、まあ、財政の再建に向けて、できるのかどうか、それ望ましい消費税率いくらかとかですね、はい、それから増税は経済にプラスかマイナスかとかですね、低所得者ほど税負担が重くなる逆進性の対策はとか、はい、いつ頃整理するかとか、いう5問ほどそれぞれ同じ質問を12人の方にしたんですけれども、まず増税の賛否はですね、別にたくんだわけじゃ全然ないんですけど、6人と6人半々でしたですね。これ偶然なんですね。また偶然、誰に聞くかよって違ってくるんでしょうけど、我々がこの人たちに聞こうと言ってリストアップした人は半々でしたね、偶然。その賛成の理由ってのはどういう理由なんでしょう。まあ、やっぱり財政が今のままでは持たないからと、その財政がこのまま、破綻に向けてですね、行く方が怖いというのが、まあ、基本でしょうね。増税の賛成の意見ですね、はい、反対の方はもう当然ながら、やはり今の状況でやると経済への影響があまりにも大きいというのが基本的な反対の話ですね、はい、後ほど岩上さんにまとめてですね、お話しいただこうと思います、はいはい、で2つ目の質問、財政再建に向けて望ましいと考える消費税率、この質問に対する有識者12人の回答、これはどういう割合。これもね、もちろん反対の人はゼロなんですけれども、はいはい、賛成の人の6人の中でもまあいろいろ、ただ今の言われてる10% っていうのでは足りないであろうというのは全員一致してますね。中には藤巻ジャパンの藤巻さんという有名な投資家いますけれども、彼なんかは最低 32% まで上げないと財政を持たないと。いや、実際財政再建をきちんと理想的にやろうと思えばですね、相当な藤巻さんの言われてるのに近いぐらいのパーセンテージの消費税が必要になるっていうのは、まあ、頷けることは頷けるんですけど、まあ、そこまで求めるかどうかは別ですけどね、計算上ですよね、3つ目の質問、増税は経済にプラスマイナスどちらの影響をもたらすか、この質問に対する有識者の12人の回答、プラスはお一人だけですけど、小林圭一郎さんって、まあ経済産業研究所の助成研究員ですね、まあ、基本的にその財政が破綻したりすることに対する不安が解消することによってですね、おそらく中期的にぐらいのイメージだと思うんですけど、消費が上がるんだと、逆に、逆ケインズ効果的なですね、ことがあるんだというようなことですね、ですかね、はい、そしてですね、増税反対派が問題視しているのが、消費税が所得の低い世帯ほど、まあ、負担が重くなっちゃう、跳ね返ってくる逆進性というもの、これはどうですか。そうですね、まあ、もちろん皆大体逆進性の問題を指摘する方は多いんですけれども、はい、まあ、一つは軽減税率の導入、はい、これをやるべきだというのが、4人、それから給付付き税額控除という、はい、つまり、お金を、まあ、
上げるわけですね、消費税の負担だけが来る人に対してはですね、そのものも言いましたですね、そういうことをすべきだという逆進性については、その2つのことについて、あるいは、例の高所得者に対するですね、税率を上げなさいとかそういうこともありましたけれども、基本的にはやっぱりやらないといけないでしょうということですね。そして最後の質問、増税法案が成立するとしたらいつ頃になると思うか、これで今国会で成立というのは3人でしたね。そうですね、やっぱり今の状況を見るとなかなか難しいんじゃないかという方が多いですね、はい、岩上さん、はい、今のその、結果ですけどもね、これいかがですか。僕はですね、高橋陽一さんお会いしたことありますけれども、高橋陽一さんの説に半分賛成なんですね、つまり金融緩和を実施したりして、積極的に打って出なきゃダメだというのはその通りだと思います、まあ端的に言って消費税増税なんてとんでもないと思います、思ってますが半分だけなんです。なぜ半分だけかというと、金融緩和っていうのはだけをやるというのはこれまでもやってきたんですね。ところがそのジャブジャブになったマネって国内に投資場所がないんですよ、ないために海外出てってしまって、で サブプライムローンな問題なんかを引き起こしたバブルマネーになっちゃったわけです、実需が必要なんです、需要っていうのはじゃあどうするかというと、これは国内で投資をしなくちゃいけない、国内投資がものすごい減っちゃってる、それをもうここの中でさっき非堅実効果なんていう話が出てましたけど、堅実政策的なものはみんなダメだとしてきた、で公共事業ダメだと言ってきた、そうじゃなくて公共事業やるべきで、公共事業といってもコンクリートばっかり作るんじゃなくて、人とコンクリートの半分半分だと思うんですよ。これからですね、実は高度成長期に作ってインフラが劣化するんですね、もう劣化時期に入ってきちゃって、どの道更新しなきゃいけないんです。その再更新のために、投資を振り当てること、そしてそういう公共の投資が行われないと実は民間投資って呼び水として、作用するんでね、民間投資行われないもんですから、国内投資を増やすこと、あとは人を育てないと、コンクリートしかいない、人はガラガラ、で、結局これから人口が減るということが所領不安の根底にあるわけですから、じゃあ人口増やせよと、人口増やすって老人増やすってわけじゃないですから、若い人増やせ、赤ちゃんが生まれるようにそういう施策をするという原点に戻るということがものすごい重要なんですね、ちなみに堅実効果っていうのは何かっていうと、財政出動をガーッとやるといいんだけど、それは将来の増税を意味する、それを増税イメージするから将来辛いことになるねっていうことが分かってしまうんで、なので人がみんな支出を控えるようになると、それを逆にしたのが堅実効果ということです。そう、だから財政増税をやって財政支出を削減する、財政健在化進んでいけば、人々の将来不安がやらぐという話なんですよ、でもやらなきゃいけないから、そっちじゃないです、そうではなくて今は需要がないということが問題なんで、国内の需要を温めること、それもコンクリートだけじゃなくて人、それがすごく重要だと思ってます、今国会で成立するかどうか、させちゃダメでしょ、と思いますよ、僕は、僕の意見ですけどね、今日の編集長は雑誌アイラの石木清志編集長でした。石木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上編集長は三田でした。ありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。やっと一人分かった上で、岩上さんそれ通りでちょっとさすがに経済の話だと反応鈍いね。あ、いやいや分かりやすかったです。あ、そうですか、はい、確かにそうなんですよ、ね、お金ジャブジャブ出したってみんな他行っちゃうんですよね。そう、国内で需要がないから、そうです、使い道がないから、ただ投資行っちゃうんですよね。でそれは逃げていくと、で全部アメリカのところに行っちゃうんですよ。増税しろって一番向きになって言ってるのってアメリカですよ。それで円高のまま、円高のまま、これね、産業が空洞化してくるのは円高のせいですから、原発のせいじゃないし、そうですよね、何の関係もない、原発なんか関係ないですよね、全然関係ない。多国籍企業なんだから安いとこからって言ってたら即と言っちゃうのは当たり前ですもんね。原発の再稼働しないから出ていくって、もうめちゃくちゃな理屈、もう全然関係ないものと関係ないものを結びつける方っていう、円高のせいです。円高に維持したいのはアメリカのせいです、とアメリカの言いなり政治が多すぎ、そうですね、
いやでもそんな中岩上さん本当に頑張ってますよね。いやだって200兆とかお金持ってかれてんですよ日本。だって今死にそうなんですようちの国。こんな一言みたいに言わないと。国民経済しっかりしなきゃいけないのに。本当ですよ。それを締め上げるためにわざわざ日本の検察使って首相候補を、ね、獄中に追い込もうとするところまで工作されてんのよ。おかしい、おめでたすぎますわ。気に食わないって言って悪者にされちゃうんですからね。そうですよ。森崎さんだっていつされるか分かんないんですよ。怖い。森崎気に食わないな。森崎さんは大丈夫だと思うんですか。ねえ。ネクタイ外したらおっしゃる通り、おっしゃる通り。森崎ね、議員会館まで行ってね、森さんに紹介してください。ちょっとネクタイしましたね。多少暑苦しいですね。今週も元気にスタートです。毎週月曜はいただいたメール。国内投資したら日本本当ね、みんな十数年このデフレで、はい、こんな状態変わりますって。そうですよね、需要ができて供給するいい回転になってくるわけですからね。で原発なんて需要全然生まないですから、だって全然雇用生まないですもん、うん、確かに今まではね、その地域では雇用があったかもしれない。いやそれだって原発の雇用ってすごく人数少ないですよ、ああ見えて。でしかもなんか多い多いみたいな候補をね、実は僕再生エネルギー弁当派じゃ全然ないんですよ、はい、NCF 派ではないんですけど、雇用を考えたら再生エネルギーの方が人を全然雇えます。使う地域雇用を増やします。地域の小規模発電がすごく多くなりますから、はい、地域にエネルギーを持ってきますね、なので雇用増えます。じゃあそれですね、いいじゃないですか、安全で、そして地元がそれぞれに活気が出てくるんですよ、ね、今原発のあるところっていうのはもう過疎化しちゃって大変だっていうのも一つの大きな理由だったから、ね、そこに一つの事業ができれば巨大な送電線張り巡らさなくたっていいじゃないですか。自然エネルギーってどこにも偏在してるもんだから、そうでしょ、ここでしか作れないとかもんじゃないじゃないですか、うん、そうですね、うん、風や、はい、太陽や、ね、地熱だとかどこにでもあるんですから、ね、うん、どこにでもあるわけですから、どんなところでもいいわけです。そうすると地場のそこで使うエネルギーそこで作れるわけですよね。だからそれは必要だと思うんですよ。ただし僕自然エネルギー一辺倒でやれるとは思ってない、火力は必要で、火力が必要ということは天然ガスと石炭必要で、石油もやっぱり必要ということは、どういうこと、中東の安定が必要、中東の安定はどういうことか、イスラエルとパレスチナが和平であることでいうことが必要っていう話なんですよ。これがイスラエルにとって不都合なんですね。そこまで行くと分かるんです。そこからドミノだし、こうなんていうかひっくり返されてくるんですよ。アラブの石油に頼る国々があるから、イスラエル支持に世界がならないという話が出てくるんですね。かつてはそこまでではなかったんですけど、イスラエルロビーの力というのは明らかに70年代以降はものすごく強くなってしまっている、もうだってアメリカにもはびこってるわけですよね。いやものすごいですね、民主党の政治資金の 60% は、それから共和党の前ツイッター25って間違えちゃった 35% は最低でもイスラエルを、だから言いなりにならなきゃいけないんですよ。共和党から民主党に変わったら変わるかならない。どっちにもお金出して、オバマ大統領の就任演説で一番最後に一番力を入れたところ、イスラエル断固支持って、でイスラエルはシリア、イラク、イランをやりたいんですよ、やっつけたいんですよ。でイラク戦争に関してはアメリカが引きずり込んで、全然関係ないのに、大量破壊兵器なんかないのにイラクをめちゃくちゃにしたでしょ。そういう作戦通りだ。あれは陰謀でも何でもないです。イラクの新聞、あ、イラクじゃない、ごめんなさい、イスラエルの新聞なんかでは堂々と戦略としてここをやりましょうと、でも武力でやりましょうと言ってるんですよ。イランに関してはアメリカが自前でやるっつってますしね。核攻撃についての話も何か隠されて人質話でなんか言ってないけど、堂々とそういう議論展開されてますから。これ全然日本の言論空間に入ってこないんですけど、
そういうふうに勉強してちゃんと情報取ろうとしないと分かんないですけど、びっくりしますね。そうですか。恐るべしですね。恐るべしですよ。イスラエル。やる気満々ですよ。本当に変なところでやる気満々でね。いや、ものすごいやる気満々ですよ。本当に引き返す気はないと、共存する気はないんですね。イランが核開発の疑惑があるから潰そうって、お前持ってるじゃんみたいな。NPT 守ってないじゃんみたいな。人に厳しく自分に甘い。そうそうそう、すごいんですよ。すごいんですよ。これについて触れるっていうのは世界的にタブっていうか、まあ、要するにイスラエルに気を使っちゃうわけですよ。ホロコースト問題があるんですよ。そこでだからといって何でもやっていいもんじゃないですよ。ここまで世界に影響を与えるようになっちゃうんですね。アメリカが原発をもうずっとやらなかったのにやるようになったのはこのブッシュ政権からですから、先週ちょっと言いかけましたね、この話。そうですね。そう、うん、これアメリカの圧力すごい強いですよ。番組では今週1週間のあなたにまつわるニュース、うん、クイズハピリーワンダーランド。では間もなくで開けます。世界通貨のビザ、インディーズで活動中の5人組リリー、9時前プレゼントコーナーもありますよ。まだアメリカに守ってもらってると思ってる。アメリカ守りませんよ。時刻は4時53分です。続いては世界通貨のビザがお送りする文化放送交通情報です。警視庁の佐藤さん、お願いします。はい、首都高速道路はこの時間の交通量少なめです。王子線の内野線、滝野川から板橋の合流に向かって渋滞、6号線の上りは両国ジャンクションで流れが悪くなっています。このほか渋滞はありません。高速道路も目立った混雑はありません。都内の一般道路では青梅街道の下り中野坂上で1キロ、その先四面道でも1キロ渋滞しています。足立区内の神七通りは西加平で内回りが1キロの渋滞。ソウル行くとね、道広いんですよ。そこ片道4車線5車線当たり前にあって、それ見てるとね、東京の道もよくしてな、都市改造とかね、そういうところでね、ね、重要作ってね、作ったらいいのになとか思いますよね。巨大都市の骨格を考えたら、もう一回りね、そうですよね。ボトルネックとなってるところとかあるじゃないですかね。警視庁の佐藤さんでした。次の文化放送交通情報は5時13分頃お伝えします。ビザで支払えるものはたくさんあります。なんと東京都自動車税も。お支払いは簡単便利なインターネットで、自動車税も政府の回し物が2、3人混じってるなって、これ誰か書いてるんですけど、このタイムラインにアメリカ守ってもらえなかったら大変だよって書いてるのが何人かいるんです。回し物が鋭いね。